今回は家族ね、ぼっち老人の家族についてね話します。ぼっち老人だから家族がないはずやね。一人だからね。家族がないと言ってもね、僕はかみさんも今いるんよね。子供は3人がいるんか。うん。それでも一人で生活してるんだよね。まあ理由はね、理由はまあいろいろあるけど、結局、まあ、早い話はみんなそれぞれ好きに生きた方がいいだろうという考え方でね、考え方。まあ僕はあんまりね、自分が好きなように生きたいというような風には思ったことがあんまりないよね。うん。まあこんなこと言うとね、みんなから文句言われるかもわからんけど、みんなはね、僕をこう自分の好きなことをやってね、いいなとかよく言われるんだけど、なんかな、僕にとってはそんなにそれをしなければならないというような気持ちがあってやったわけがないよね。カメラマンの仕事もそうなんよね。これはもう結婚したから金を儲けなければならないから、とりあえずカメラマンがいいんじゃないかなぐらいな程度で始めたんだからね。だから好きなことではあるんだけど、好きなことがあるからそれを目指してしたわけではないよね。まあそれではね、好きなことではないのになぜしたのかといえば、答えはもう簡単で、家族ができたからね、嫁さんもいて子供ができてね、家族を構成したから、それをね維持しなければならないね。まあそれが好きかどうかというのはまたこれまた別やね。この辺のところはね、好きとか嫌いじゃないよね。もうなぜかそう、無意識じゃないけど、まあ意識してるやろうけどね。もうなんかそれがもう当たり前のような感覚、僕にはね。それがこう、結婚してうまくいくとかいかないとか、子育てができるんかできないとか、こう結構みんな悩んでるやけど、僕なんか全くそんな悩みがなかったね。もうともかく、何も考えないんでね、もう、猿同然ぐらいかな。猿並みやな。うん。それでやってきた。あんまりいろんな考えない。考えないって考えきらんだよね。まあ、それを好きかどうかっていうのになると、ちょっとまたその言い方はまた別やけど、そういう意味でもね、好きなことをして生きていくというような発想はね、あんまりないよね、僕はね。こんなちょっと誤解されやすい言い方かもわからんけど、どっちかというと、嫌なこと、嫌いなことっていうかね、自分には心地が悪いというようなことをできなかったというかね、まあ結果好きなことになったかもわからんけどね、それが好きかどうか別にでもね、嫌なことをできなかったっていうかね、しなかった。それがまあ好きなことといえば好きなことになるかどうかわからんけども、まあそう流れとしてはそうやね。だからまあ僕が、10年前かな、10年ちょっとかも、ほぼ一人で生活を始めたのはね、まあまあこんな話をね、この年になって言いたくもないやけど、本当まあこれもね、まあぼっち老人の中の話で、まあこういう例もあるという例でね、ちょっと話そうかなと思うけど、まあ僕は家族を作るということがやっぱ目的やったよね。うん。でもまあそこそこ子供が育て上がって、かみさんも手が子供から離れてくると、かみさんも何かしたいことが出てきたわけよね。ね、要は好きなことが出てきたわけよね。そうするとね、好きなことをするとね、どうしても家族、
家庭がおろそかになるよね、自分の好きなことがあると。夜中にね、もう本当に10時11時とか12時とか帰ってくるようになって、家が空くようになったね、食事もなかなかうまくできなくなったね、そういうような状況を僕は 何度となく言ったんだけど、修正してほしいとね、ちゃんとやってほしいということをやったんだけど、それができなくなった。まあそれほど熱中したよね、好きなことにね。まあそれ自体は全く悪いことじゃないよね。でもまあ僕とはちょっと何というかな、方向が変わったというかな、生き方のね生き方というかな、これ。だからもう10年来ずっと、いろいろ言ったけども、結局ね、もう別々にした方がいいかなと思ったのはね、かみさんがね、僕に対してね、 あんたも好きなことすればいいじゃないということを言ったんよね。その言葉でもう何かね、吹っ切れたという気持ちが、何かもうね、何だろうかな、あの言葉を聞いた時にもうダメだダメだっていうかな、もうなんか今までこうなんかつながっていったっていうかね、なんかこうなんとかしようというようなものが本当切れてしまったというかね、もう今でも覚えちゃうね、好きにすれば。だからね、今若い人とかなんかね、みんなそれぞれ好きに生きればいいじゃないかとかね、そういうようなこと言うけど、そうなんやね、みんな好きなことがあるんやね、いろいろね。僕はね、ほんとそう大したことがないよね、そんな好きなこと。まあさっきも言ったけど、好きなことより嫌いなことは、嫌なことはしないから、結果好きなようなことが残ったみたいな、非常に消極的な好きなことなんよね。だから好きなことをするために、なんていうかな、自分の生活を犠牲というまで、犠牲という言い方もあれだけどね、それをしてまではしたくないと、する気がないというかな、ね。だからその好きなことをしなさいと言われた時に、もう前に話が戻るけど、僕は大して好きなことはないんだね。好きなことはないけど、嫌なこと、あんまり居心地が悪いというかね、なことはできないね。結果、変な話だけど、もう自分一人で生きた方がいいかなという、そういうような考えじゃないな、そういうような方向にもう自然になったよね、その一言でね。だからなんということはない、もうそれぞれね、本当好きなように生きればいいんだと思いますよ。もう分からんけどね、これ本当にこれでいいんかどうかあるけど、でもまあ僕は好きな方向に生きてるんじゃないよね。そこのもうその本当に言い方が変やけど、もう居心地が悪いというかね、嫌なことはしたくないよね、もうね。だからもう一人がいいかなと。まあこんな話をね、YouTube で話してからもう本当なんかもう問題があるやん、なんていう情けないやけど、まあこれもね、一つの例としてね、ちょっと話そうと思うしね。いろんな、ぼっち老人がいると思いますよ。結論をね、なんでこんなこと言うかっていうとね、どんな人でもね、最後はぼっち老人になるんですよ、一人になるんですね。どんなに夫婦がいても、どっちか一緒に死ぬわけないからね。だから一人になる理由は様々ね、状況も様々だけど、最後には一人になる。まあ一人になるんだけども、一人になるのと一人で生活するのとね、みんなで生活するのとはまたちょっと違うよね。まあぼっち老人だからね、基本的には一人で生活してるんだけど、
もしぼっち老人をぼっち老人に、なりたくなければちゃんとした家族をやっぱ形成しないといけないと思います。その家族というのはね、もうなんというかもうごく普通のことやね。ね、ほんと、じいちゃんばあちゃんね、子供がいて孫がいて、まあ最近デンジャラスじいさんっちゃね、これ下にもリンク貼っておきますけど、87歳の YouTuber ね、それがそうですね、ちゃんとした家族を形成しているね。お孫さんがね、デンジャラスじいちゃんの YouTube の撮影をしてあげたりとかね、まあ僕からすれば理想的な老後じゃないかな、ほんと。ぼっち老人じゃないよね、どう見えても。まあ今のね、今の、そしてこれからの日本人がね、ああいうような家族構成の中で生きていけるのかとか、ああいう家族を形成できるのかということを考えるとね、なかなか増えることはないんじゃないかな、本当に。なんというかな、普通の日常生活の価値というかね、それをなんか自覚しないとね、あまりにも普通すぎてね、なんか、なんというかね、大事なものだということが気がつかないというかね、空気みたいにね、なくなって初めて気がつくようなもの。だから、結果的にはぼっち老人になってしまう。まあこのぼっち老人ね、ぼっち老人になる確率というか、なる、なぜなるのかというのはね、また次回に話そうかな。